はい皆さんこんにちは村長です今日はシンセサイダー V のピッチ自動修正というのはとっても便利な機能で人間らしく歌わせるのにはとっても重要なテクニックになっていますがこのように選択をしまして修正メニューからピッチ自動調整というのを選択しますスタジオバージョンの方ではこのように度合いを変更できるようになるんですけれども 無料版の場合、これが出ないで、向こうの決めた基準のようになります。例えば、プロバージョンでしたら、真ん中ぐらいでやると、どうなるでしょうか。これぐらいの起伏になります。今度は20、20%ぐらいでやってみましょう。はい。これでも、 ほとんんど変わりませんよね。本当に少しだけというときにはかなり小さな値にしないといけませんほぼデロに近くこれでやってみますはいかなり抑えられましたね。それでも起伏が、 案外激しいですよねこういう時に、まあ、修正を加えていくことになると思うんですがこうやって点を選択しましてそしてこのようにまあ縮めるということはなかなか一個ずつやってたら日が暮れてしまいます。こういう場合はまず大きく出てるところだけをこのように選択してそして一気に縮めます。 一旦はこのぐらいにしておきます。そして次次の段階でまた他のところの先を取るぐらいにこのぐらいで選びますそしてまた次を押さえますさらに大きいところはこのように選択してもいいと思います はい上の方もちょっと削ってみますこの時にこう横にずれたりしますのでこれを気をつけてくださいねシフトキーを押せば横にこうやりたくても必ず縦にしか動きませんこうですねそして選び方によっては この真ん中よりも逆転してしまう時があります。そうなったら波形がとっても複雑になりますので、このように何段階にもやりながら削っていくというのが一つのコツです。そしたらこのように大きなところはどん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 ですね、減ってきます。シフトキーを押しながら上に上げます。 そしてですね、あまり複雑になった場合は全部を選択しておいて、そして上のメニューの修正からパラメータの簡素化というメニューがありますので、それをやると点の数がこのように簡素化されて便利です。ちょっとしたテクニックですけれども、こういうことを覚えておくとかなり 便利に編集ができると思いますので皆さんぜひやってみてください最後にもう一度聞いていただきますひろひろ村長でした